こんにちは、吉田さん。そして手取り14万、手取り14万のやつね、甘えるなと私はあえて今回言いたいです。手取り14万なんてのはね、ある方だと思いますよ、ね、私の場合は手取りマイナス100万これがね、1年半ぐらい続いてましたからね。1年半で終わるかっていうと、その前は手取りマイナス40万とか50万みたいな時代もあったんですよ。で、30代の頭から終わりまで全部でそんなマイナス給料とかやってるもんですから、3000万以上の借金できましたよ、ね、年間で300万以上の借金ですよ、これ平均して。もちろん30代の前半は儲けてたんで、まあまあそこそこありました。月に30万40万私は収入がありました。自分でね、網戸の仕事してたわけですから、月収100万の時もありましたよ。でもつらーっと並べてみたら、なぜかね、30代の後半、ビジネスに長けていけば長けていくほど、なぜか毎月の手取りはマイナス50万、マイナス60万、マイナス100万突破。何なんだよと思いますよ。そのマイナス100万の私の立場から見ると、手取りが毎月14万あるって、もう本当羨ましい。幸せだと。で、マイナス100万が借金でしょ。で、それに利息が乗りつつ、欲付きになったら、また100万ごはんと乗っかるわけですから、利息がね、何パーセントついてもあんまり関係ないやって感じですよ。だって100万の借金があるところに、翌月ですよ、30日後にまた100万積み重なって200万になるわけですよ。でそれがずっと続いて、なんかすごいですよね。2000万円台の借金の返済っていうと、毎月60万、68万とか70万ぐらいでしたね。毎月60万、70万の返済があると。でそれも払えるわけないじゃないですか。なんかね、すごいことになってますよね。日本の借金みたいな話じゃないですけども、もうどうすんのって感じで、営業するどころか、どうやって金を工面しようかみたいなね。もうもはやね、仕事とかサービスを提供するんじゃなくて、お金貸してくださいっていうのが日々の仕事でしたよ。何なんだよと思いますよ。借りたところで返す当てないわけですから。でそんな私から見ると、当時の私から見ると、30代の私から見ると、手取り14万、羨ましい羨ましい。しかも私、派遣会社いっぱいね、30代では面接行きました。一社も通ることがありませんでした。苦い。で、30代が閉じていくわけですよ。やけになりますよ、それは。ね。100万の借金が毎月できるってことは、それにプラス10万、プラス20万の借金が増えたところでもう関係ないじゃないですか。だったら、マイナス100万の借金で切り詰めても、それがね、90万になるのが関根山ですよ。だったらね、100万の借金を90万にすることよりも、100、20、30万にして、その分20、30万派手にいけ、みたいな感じですよ。もうね、どん詰まりになるまで行ってやれよみたいな感じですよ。それこそ自己破産はいつしてもいいぜみたいな覚悟でね、やってましたね、うん、だからそういう私から見ると、手取り14万の人ってのは羨ましいっていう感じですよね。当然人は変化します。その後40代で思い立った私は、手取り14万を一気に飛び越してね、初月で月収80万か90万ね、自己アフィリエイトをやって、最初のセミナー7月20日にやりましたよ。7月20日、懐かしい、あの日が過ぎましたね、うん、当時選挙の音声が外からワン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 聞こえてきて、私のセミナーが台無しになった覚えがあります、ね、それ以来共産党大嫌いというね、私がいるんですけども、まあまあまあ、それは置いといてですね、うん、手取り14万は確かに今の暮らしから手取り14万に行けって言われたら嫌ですね。だから所得が落ちないように工夫の限りを尽くします。20、30にリスゲッチします。で私はね、大贅沢をしてざまあみろっていう気持ちじゃないんですよ。1円とか10円に誰よりも真摯に向き合えた結果、多分こうなったんだと思います。それこそ1円を失う怖さとかね、あと1000円あればっていう時がもう何度あったことか。歯を食いしめてね、クレジットカードね、もう審査が通りませんみたいなのね、何回も銀行に行ってもね、ちょっとお貸しできませんみたいなね、悔しいですよ。30代の男が会社や店を経営していて、金が、公的支援が受けられないというね、何なんだよというね、私の知識不足もあったのかもしれませんけども、とにかくお金を借りるところがなかった。だからどうやって借りるかって言ったら、もう人に借りるんですよね。もう何度も言ってますけども、返すあてはないが、俺を買うと思って、俺に投資すると思って、お金をもう貸せとは言わない、くれみたいな感じです。どんなずうずうしいんだって形ですよね。久保哲郎が将来花開くと思うんだったら、ね、そこにかけてくれと。30万、50万、ね、ドドドッと返す当てのないお金を次から次へとやっていきました、ね、で最終的には全員にのしつけて返しまして、今はね、
ざまあみろって感じですよね、うん、でも本当よく出してくれたなと思いますよね、うん、すごいですね。皆さんね、手取りが20万30万のところから私に30万50万と出してくれたと思うんですよ。そのぐらい私になんか期待していたんでしょうね、きっとね。その期待に応えることができてよかったですよ。ほんとね、何の裏付けもなかったですからね、金を借りた時ってのは。もうもはや借りるって感覚は私になくって、どう返さないかですからね。まあでもね、返せって言った人は一人もなかったですね。で、お金借りるじゃないですか。で、その人と会うわけですよね。だから飯食うじゃないですか。だいたい僕おごるんですよ。変でしょ。お金を借りといて、金がないのにマイナスなにおごるんです。なんかそういうのを続けていってね、ごちそうさまです久保さんみたいなね、いやいやなんかお前の金のには気軽するぞみたいなね、そんな日々でしたけどね、うん、で40過ぎてネットビジネスやって、で振り返ってみると動画を1万本撮ってね、1万本突破した時にまあ1億円以上その動画の中から生まれてるわけですよ、うん、すごいですよね。だから YouTube の動画を1万本作ったら1億円になるっていう風に目標立てられたらちょっとやる気になりません。私の場合はそんなことをお構いなしにやってみて、振り返ったらだいたい1万本動画を作った時に1億円以上は動画から収益化できてんだろうなっていうふうにね、ざっくりと乱暴に感じたんですけども、でもこれから YouTube する方、目標1万本で1万本撮ってる間には1億円になってますよ多分。だから他に1億円を自分一人で稼ぐ手段が見つからないんだったら YouTube 動画1万本やればいいんじゃないですかね。それこそ吉田さんに言われてましたけども、手取り14万お前が終わってんだよみたいな、そのキーワードで動画撮り続ければいいと思いますよ。そのシリーズでいろんな角度からね、うん、アルバイトで14万の手取りをもらっている高校生の立場から見て手取り14万終わってるのかどうかとかね、いろんな立場を想定して動画をいっぱい作れば、それこそ多くの人のアクセスと共感を得れるんじゃないですかね。そのインターネットで稼ぐって結局ね、カメラの前でどれだけ喋ってるかだけなんですよ。なんか作ってますよ私。作ってないですよね。なんか物持ってます。持ってないですよね。何してると思います。喋ってるだけなんですよ。喋るとここに広告が出るでしょ。それをもらってるだけなんですよ。で、私の場合はその広告収益だけじゃ遅いなと思ったんで、私の話に興味がある方とか、私の話をもっと聞きたい方に対しては速稼塾っていう塾があるので、それを売ってくれ、買ってくださいと。その中には塾アフィリエイトのやり方とかね、ブログの構築の仕方とか YouTube の収益の取り方とか、そういった講義が入ってますよと。で、速稼塾に入ってきた方には一人一人にその人に合った個別指導をして、で今年はですね、1月から6月まで年の前半で生活保護の方もちゃんと稼がせましたということでね、生活保護から抜け出したい方は私に任せてくださいみたいな感じですよね、うん、まあ、そんな感じでね、私はいろんなことを情報としてお伝えすることができます。あとは受け取った情報をどのように料理するのかっていうのは受け取った人の責任になりますので、私がいくらね、もう自信を持って私のところ来てくださいって言っても、あなたに自信がないんだったら、あなたに行動ができないんだったら、私がいくらねケツ叩いてもあなたは稼げないでしょうね、うん、だから結局私が代わりにやらなきゃいけないんで、やり方を教えて道は示しますけども、実際に一歩二歩と足を踏みしめるのはあなたのやり方です。で今回は以上です。14万は確かにちょっときついですね、うん、いってらっしゃい。